ちは。わあれすごいなこれ。おはようございます。おはようございます。いやあ、これ出てきた。ちょっと大のお気に入りのカラーの背びれ、これ釣り子 TV の自分のやつなんですけども、ちょっとプロペラの調整の具合がぶつけちゃって悪くなってしまって。まあ、なんかね、焦ってキャストしないで、パーッとねソフトにぶつけないようにキャストして。これもう背びれは痛まって使うルアーです。はい、 いや、あのラインスラックに行けばちょっとプロペラもしかして見ていただけるかなと思って。しょうがない、忙しいのにもう。まあ行くよ、はい、ちょっとあれどうだろう、これも、まあちょっと悪いよね。とお尻の方がちょっとちょっと悪いね。よし、ちょっとじゃあ調整していこう。はい、じゃあまずね、はい、これねプロペラ外してみようかな。はい、ちょっとこういう千枚同士とかでこうくるくるくるっと回してもらって、はい、これペンチでやっちゃうとヒートがね傷んじゃう。はい、これゆっくりね、はい、でこう外します。まずね、大概ねぶつけてまた手で戻してとかやってると、やりました、このね、このヒートが通ってるここの部分、はい、ここの部分はね、真っ平であってほしいんですけど、そこをまず平らかどうかチェック。ここね、多分湾曲してると思うんですよ。あ、少し、はい、してる？曲がってる、曲がってるでしょ、はい、ここをまずね、このペンチで挟んで平らにしちゃって。はい、これ結構重要。穴のところをまず真っ平らに調整。そう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 。で、まあ結構ね、擦れてここにバリが出てる時があるんで、はい、ちょっとこの千枚通しみたいなやつで、はい、こうクリクリクリって軽くね、クリクリクリってやってあげる。引っかかりがないか、そう引っかかりがないかみたいな感じでチェックしてもらってですね、はい、ちょっと若干まだ曲がってるね。こう光当てると分かんないね、これね。あ、しっかりと見て、ここね、はい、まっすぐにするのすごい大事だから。はい、でここちょっとまっすぐなったところで、はい、これね挟んでもらって、はい、これ背びれのペラってこうひねればね回転が良くなるかっていうと、回転は良くなるのかもしれないけど釣れなくなっちゃいます。はい、ここはちょっと肝だからあんま言いたくないんだけど、はい、まあ、この手のルアーってなんか回転が命みたいな感じで、軽くシャラ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 回るルアーが多いんですよ。でうちは背びれって回収した時にめちゃめちゃ抵抗感ないですか？あります。あるでしょ、重いでしょ、はい、重い。あれはなぜかっていうと、あんだけ低速でペラが回ってるけどちゃんと水を動かしてるわけですよ。あれがサラサラ回っちゃうやつだと魚が気づいてくんない。あ、回転がいいだけじゃなくてその水を動かすんですよ。水をちゃんとゆっくりの回転でも動かすってことで、うちのはちゃんと抵抗感があるんですよ。なのでこれひねりすぎちゃうとダメだから、ひねりすぎ注意、ひねりすぎ注意なんだけど、まあちょっとこれ多分ぶつけてちょっとこうなんだろう、平らになりすぎちゃってるんで。やりましたね、これの持ち主。こうね、はい、ちょっとひねりつつ、ちょっとこのなんだろう、ハの字になるような感じね。はい、ハの字、はい、調整していきますよ。ちょっとこうひねりつつ、はい、このひねるときはこの根元の部分をひねるんで、ね、このペンチの当て方なんかもちょっとそうこうなんだって、こうなんですよ。ここ必ずこの穴のところは絶対このまっすぐがいいんで、ここは絶対にしっかりして、そうで、ここをちゃんとつまんどいてからこのペラのこの部分をグリッとちょっとねひねる。そんなにひねってないでしょ、はい、こんなもんでいいから、こんなもんでいい。はい、これで結構みんなやりすぎちゃって、俺ペラさ折ったことないんだけど、ペラ折れちゃいましたみたいな人がいて、ペラなんてこれね相当これ強いステンレスなんです、はい、これあのバネ材使ってるんで、はい、そうそうね折れるもんじゃないんですけどね。いや今のはかなりやばいでしょ。なんとなく聞き
なんとなく聞いてみようと思ったらなんかとんでもないのが、これの外し方も今こうなんだ。そうそうそう、これ入れ方もこうね。でこれ、はい、あんまりこうぎゅうぎゅうにこう入れないで、ちょっとこの遊びがあるぐらい締めすぎ注意で。そうそう、はい、こんな感じ で、じゃあちょっと前も、はい、前も一緒にやっておきます、はい、これもこうこれで外して、でこれプラスチックなんで、はい、このヒートンを入れたり外したり、はい、何回もやってるとここバカになってきちゃうんです、はい、そしたらアロンアルファを軽くそのなんだろう細いノズルでこう中にシュッて入れてあげて、はい、で入れたらこのティッシュをこうなんだろう、こう細く小寄りみたいにしてさ、はい、余分なやつ吸って、もう完全にベタ付けしちゃうともう食べなくなっちゃいますからね。そう、はい、だから吸って、はい、そしたらすぐにこのヒートン入れないで、はい、これかんアロンアルファ乾燥するまで待って、はい、そっから入れる。あくまでもこれに接着しないで、はい、そうそう 肉をそう盛る感じ。ああ、接着っていうよりかは接着のためでなくて、その穴の内側にちょっと、そうそうそう、アロンをちょっと持ってあげるような感じ。なるほどです。あ、今ちょっと危なかった。これそう、これね、接着剤でつけちゃうと、まあ、こうくっついちゃってヒートンが折れちゃう。最悪、まあ、折れることないと思う、はい、あ、ちょっとちょっと、まあ、ちょっとライブなんでこういう事故もありました、ね、口細に食べられちゃうでしょ。まあまあそんな感じで、はい、で、まっすぐかどうかをチェック。そう、こっちやっぱね、ちょっと歪んでるね。もう見るから分かる、はい、こう光り方が分かるかな、はい、ちょっとこうスプーン状になっちゃってる、はい、これをやっぱりちょっとベンチで、ここ肝なんで、結構ここが平らになってるとなってないかで、もうちょっと回転違くなってくるので、はい、ここは常に平らにね、ちょっとこうベンチでしてあげて、目視と光の当たり具合とかで曲がりがないか確認。そうそうそう、でなんかちょっとこういうものでちょっとコリコリコリって軽くね、軽くだよ、穴大きく広げちゃうとまた良くないんで、はい、穴のバリを鳴らす。そうそうそう、鳴らす、はい、またこう掴んでいただいてですね、はい、ここね、この根元部分、はい、根元部分をつまむ感じで振りって、前と後ろでひねりの角度って違いますからね、はい、ひねりの角度やひねる方向、はい、違うんで、それ気をつけてください。まあ、こんな感じですよ。ほら、これはできないんですよね、素人は。本当にもう現場であれ回んなくなっちゃった、回んなくなっちゃったって、どうしようどうしようってなって。そうですね、現場だとね、ちょっとね慌ててちゃうんで、はい、手で直したりとかするじゃないですか、はい、そうするとやっぱりこの平らであってほしい、ここの部分がね、はい、こう手でやっちゃうと、うんうん、押さえないで手でやっちゃうとやっぱり湾曲しちゃって、はい、余計回転悪くなっちゃったりするんで、もうその時はもう、まあ、背びれね、1個じゃ無理だから、あの背びれジャンキーって言われる人は20個かな。すいません、まだ3個ぐらいしか現場に持ち込んでなかったです。あ、まあ、でも3個あればその、はい、ちょっと回るやつ使ってもらって、悪くなっちゃったのを家帰ってから、はい、まあ、ゆっくり直す。ここも含めてやっぱりジャンキーになるわけですね。そうですね。これはい、これ大体ね、いい感じかな、これで。でね、よくね、はい、ぶつけるとね、このヒートンが曲がってる場合もあるから、それもやっぱりね、ヒートン外した時にまっすぐに、はい、ちゃんとまっすぐになってるか、うん、チリコさんのやつは曲がってなかった、はい、うん、さあ、これでね、回るかどうかね、チェックして、はい、まずね、これプラスチックルアーなんだけどね、はい、まずね、もうちょっとチャプチャプして、はい、っていうのはこれね、カップワッシャーとか、はい、このペラの間に空気がくっついちゃってて、はい、周りが悪い時あるから、はい、まずそのね、湿らしちゃう、はい、それからスリ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 、うわー、どうですかね、どうですかね、超低速で回るように復活した、ほら、わー、すごい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 、で、ちょっとあの周りが丸いなと思ったら、はい、ちょっとこのね、ヒートの締めすぎちゃってる場合とかもあるんで、はい、ちょっとこれ半回転とか緩めてみて、はい、決してこのね、まあ販売する時これ
まっすぐじゃないとおかしいからこうまっすぐにこうヒートンしてるんですけど、はい、このヒートンがこう別に横になってても別に釣れなくなるわけではないんで、ベストな位置っていうのを見つけてみてください。はい、前背びれで、そう前背びれ、はい、これあちょっとまっすぐちょっと緩めてこんぐらいの角度の方がいいなっていう時はこれでも全然いいです。ネッチのピッチとかによってそれは確かにそうなんですよ、ありえますもんね、はい、でこれね、なんで俺がなかなかこの直す動画をね作んなかったかっていうのは、この背びれがねそのぶつけてるそのぶつけ方とかこのひねっちゃったとかこのなんだろう個体差がありすぎちゃって、はい、こうやれば OK みたいのがないんですよ。結局今のは基本のもう本当、そうそう、はい、ただ自分の前背びれによってはい、ひどくえらくぶつけちゃってもうボキってなっちゃってる人もいるんで、その辺はちょっとそのゆっくりそのペラとかも金属疲労を起こしちゃうんで、はい、ゆっくり優しく戻してあげたりとかして、はい、ペラの別売りで売ってないんで、はいはい、よろしくお願いします。わかりました。これどうですかほら、ね、完璧だ気持ちよく、この巻き始めからほら復活した、それ、ね、復活するでしょ、すごい。だから釣り行ったらこのなんだろうちょっとねぶつけちゃったな回転悪くなっちゃったなって言ったら家でゆっくり落ち着いてこのメンテナンスしてもらえれば、まあ、それはそれでなんか楽しい時間で、いい、はい、こうなんですかね歯型でもこう見ながらね、ちょっといっぱいやりつつペラでも伸びすぎ注意ですね、なんか酔っ払ってほらぶっ壊しちゃったぶつっちゃったなとか言いながら微調整なんか微調整、はい、お酒片手に家で、はい、はい、ちょっと今日お父さん長風呂だねとかって言われちゃうかもしれないけどちょっと向こうでこうちょっと出てこないんだけど、そうそうそう、ちょっとこうスイムチェックしてもらってベラ調整してみてください。ありがとうございます。はい、はい、バッチリ。アクションでストップしたら、あーごめん、はい、ご終電背びれに来ましたよ。ねえ、いい引きでしたよ。よいしょ。よいしょ。はい、追尾からのね、一心取れたかな。いや、ほんとね、投げて巻くだけ。怒ってる。背びれ大活躍です。